ひろこちゃんどうぞ。はい、よくいらっしゃいました。こんばんは。なんかあの素晴らしい朝食を食べさせられたんだってね。あのどういう具合になったんだ、はい、これはですね、はい、大阪なんですけれども、うん、あの普通ですとね、ひろこちゃんものすごい勘がいいからね。ああそうだね。僕らの顔見るとね、もう疑っちゃってダメなの。それでレストランなんか連れて行くと余計疑っちゃうから。なるほど。もうひろこちゃん寝てた部屋でやろうっていうね、うんうん、このモーニングサービスを使ってやったわけです。なるほどね、はいはい、ところがね、うん、部屋にひろこちゃんがいるから、はい、あのカメラがセットできないわけです。ああそれはそうだね。一旦ひろこちゃんに20分間ぐらい、うん、用事をこちらで作りましてね。あなるほど。出ていただいて、出てっていただいた。その後、ね、はい、この入り口からこうなんですか、テーブルをね、あのテレビのね、うん、天井を這わしたわけです。そうじゃないとバレちゃう。20分間の間に、はい、それでですね、うん、ここに押し入れがありまして、はいはいはい、この中にカメラさんが入りまして、はい、入りまして、ところがね、1時間ぐらい帰ってこない。あの時何してたの？遊んでた。遊んでた。とにかくね、カメラさんそんな汗びっしょりでしょ。もうね、大変なんですよ。もう来るか、もう来るか、息は苦しいし、そうそう、汗びっしょりで待ってた、うん、そういうスタッフの苦労があったんですけど、はい、ひろこちゃんが入ってきた、ここへ、はい、それからここには付き人さんがいて、はい、そして、まあ、マネージャーがここでおりますけどね。マネージャーがいて、はい、それでお家入った途端にカメラさんが出てきて、あのカメラが隠れる。そうなんです。ここで、ね、そこから出てきまして、うん、でボーイさんがモーニングサービスを持ってきまいります。はい、例によりましてこれは皆様おなじみの種でございます。ね、でひろこちゃんと一緒に見ることにしましょうね。はい、どうぞ。中が詰まっております。ストローです。誰こんないたずらすんの？これ何？ミルクか紅茶飲む？コーヒーがいい？これ生？ちょっとこれおかしいね。んおかしいよこれ。え変だよ。何いけるよ。ゆで卵でしょ。ゆで卵ってのは割と火が入ったんだよ。え何蓋ったんだ。おろたまを作れる。マネージャーの方が一生懸命演技をしておりまして、ちょうどね光がガッと、いやだ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 よね。何よこれ。なんで赤いのこれ。ちょっとボーイさん呼んで。ボーイさん呼んで。何やんだこれ。何これ。え気持ち悪い。何これ。いやだってうちの方そうなんだよ。付き人の方も演技しております。何よそう、みんなしてたのね。私だけじゃ。赤身の方になるよ。2つなの、うん、ちょっとやめなよそれ。お腹壊しよ。遊ばれてるってなの。何ねえねえ、なんでどうして。本当だよな。嘘だよ、ほら。やだ。
ちょっとびっくりした。泣いちゃったんだね。うわ、ね、びっくりした本当に。カメの出入り。見事引っかかってくれたけど、あのひろこちゃんどうですか、自分の見て。亀がかわいそう。亀がかわいそうってのは、亀がかわいそうで泣いたの。いや、でびっくりして。あ、びっくりして。びっくりすると泣いたの。亀見て泣いたの。そうね、かわいいよね。本当に朝食なんてのは誰が作ってくれるの、いつもは。ホテルだとね、食べに行くんですよ。でもみんなが止めるからね、うん、変だなと思って。お家ではお母さん。お家では母が作ります。あ、そう、母がね、偉いな。じゃあ歌を歌っていただくことにいたしましょうかね。せっかく来たので、はい、歌を紹介します。はい、気になるあいつね。はい、どうぞ。